結構張り切ってかけたくなるじゃないですか。肩の力が抜けたデザインというか、全然今の方がやっぱ楽しいですよね。それは正直辛かったんですよ。コミュニケーションを埋めるデザイナーでいたいなっていう、皆さんはじめまして、野良ヘアサロンで副店長やっております小杉拓磨と申します。結構インスタグラムとかでオーダー多いのは、まあ、パーマとか、そうですね、あとはレイヤーカットとか、あとはまあ結構ライン感のあるタイトなデザインとかで結構新規のお客様来ていただいたりとか、はい、結構こだわってデザインしてるのは、まあ、一番はやっぱ扱いやすさと、まあ、再現性が結構重要に考えてサロンワークしてて、お客様がまあ家帰って、まあ、簡単に作れるデザインっていう範囲の中で最大限どうその人をかっこよく可愛くするかっていうことが、まあ、すごく重要だなと思ってて、まあ、その中でパーマっていうのは、お客様が家で再現してもらうツールとして、まあ、とても便利だなと感じているので、まあ、結構パーマの勉強させてもらったりとか、まあ、提案させてもらったりすることはあります。肩の力が抜けたデザインというか、肩肘張らずにリラックスしてサロンから帰った後も楽しんでもらえるような、そういうパーマをイメージしているので、なんかそこの出し方とか結構リッチ感はかなりこだわって作らせてもらってて、曲がればいいってもんでもやっぱりないと思うんで、まあそれがどういうふうにお客さんが家で扱うのかっていうことを想像しながらいつもかけてるので、なんかそのあたりのこだわりが伝わればすごく嬉しいなと思ってます。な、今回カットとパーマだと思うので、パーマのことで言うと、あ、そのリッチ感でいいんだっていうか、結構張り切ってかけたくなるじゃないですか。パーマって結構持ちのこととかも考えると結構張り切ってこうリッチ出したくなるんですけど、まあ、結局そのボリューム感を出したりとかすると、途端になんかパーマが簡単だったのがなんかすごい難しくなってしまったりとか、まあ、することあるなって感じてて、まあ、どこまでこう適当に扱えるデザインにするかっていうのが、まあ、結構大事に考えてますね。SNS がすごい跳ねた時期がありまして、毎月新規のお客様、そうですね、多い時で多分150人ぐらい来ていただいたんですけど、 SNS がすごい伸びてる時ってやっぱ画像を持ってきていただくんですよ。今日これにしてくださいみたいな感じで、まあ僕はウルフカットがすごい当たったので、なんかそのデザインをすごい持ってきていただくことが多くて、ただまあ髪質とかその方のライフスタイルとかいろいろ加味した結果、それじゃない方がまあいいんじゃないかと思った提案をしたことがあって、そしたらなんかこのそのデザインにできないんだったら今日ここに何しに来たんでしょうかみたいな返しが返ってきて、すごいハッとして、確かに確かにそれを散々 SNS で押しときながらそれじゃない方がいいっていうのは、ある種の裏切りだったなっていうふうにすごい反省してるんですけど、そこで結構お客様から求められてることと僕が提供したいことっていうのがずれてるんだっていうことをすごい感じて、まあ、あとは僕がこう SNS すごい伸びて、あのお客様来ていただいてる状況をいわゆる売れたみたいな、美容師として売れたみたいな状態だと勘違いしてたんですけど、これは僕の人気が出たのではなくて、僕の SNS の投稿してる画像が跳ねたのだけであって、これは僕が人気出たとはまたちょっと違うみたいだっていうことが、まあ、なんとなくこうやりながら感じてて、いわゆるファンビジネスみたいなことだと思うんですよ、やっぱ美容師って。やっぱ通っていただいてこその、ファンになっていただいてこそのまあ美容師っていう感じだと思うので、まあ、じゃあどうやってみんなが求めてくれてるデザインをより扱いやすく、より再現性高く、より多くの人に楽しんでもらうかってことを考えた結果、パーマいいんじゃんみたいなとこでたどり着いたっていう感じなんですけど、やっぱ自分で動かすのってやっぱできる人ってすごい限られてる感じが、やっぱ改めて、まあ分かってはいたものの、あ、やっぱり難しいし、朝そんなことしないよねみ
たいな、コテで毛先たくさんランダムに巻いてとか中間巻きしてってことをやってる方ってすごいごく少数で、それ以外のもっと楽に生活していきたいっていう心地よさを提供できたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、その時はやっぱ最初はやっぱ巻き方すごいいろいろ勉強したんですけど、まあ、結果すごいリッチ感出て、まあ、質感もそんな悪くなくいい形に仮にできたとしてもやっぱ濡らすじゃないですかパーマって、まあ、特に僕あの水パーマなので濡らしてセットしていただくこと多いんですけど、その質感ってやっぱ一日保てないんですよね。やっぱその瞬間はまあある程度なんていうんですかね、そのウェット感が持つように仮にしたとしても絶対に乾く、物理的に越えられない壁がなんかすごいあるなって思って、じゃあどうやって乾いた状態でも形を保ってるようなデザインにするのかとか、なんかそういうことを考えてましたここ数年は、はい、分かりやすいものにやっぱり人が集まるし、逆に人が集まらないと分かりにくいことを発信できないので、そういう意味で言うと、まあ、入り口は分かりやすいところから始めるっていうことの方が、まあ、理解してもらいやすいのかなとは思いますね。僕はまあチームに所属しているとか、まあ、雇われている身なので、自分が所属している会社というかチームも納得がいくところまで、まあ、とりあえず数字は必要だと。でその後でも僕すごいオールラウンドにサロンワークをやってるので、まあ、ストパー提案することもありますし、パーマもありますし、ブリーチもデザインカラーも、まあ、ショート、ボブ、レイヤー幅広く一応提案してるんですけど、それやろうって思うとなかなか人数をやっぱ1日でできなくなってくるじゃないですか。だからそうするとどうなるかっていうと売り上げが落ちるわけですね。か、まあ、単価を上げていくかっていうことになってくると思うんですけど、自分のそのこだわりを押し通すだけの数字とそのクオリティを出し続けられる数字のこのバランスを取らなきゃいけないなと思って、まあ、それで一回数字やんなきゃいけないなっていう感じで売り上げを追ってた時期はもちろんあったんですけど、今はまあだんだんその1日で担当する人数を決めて、自分のクオリティが落ちない範囲の人数でそれで上がった売り上げを会社と僕とでお互い納得のいく数字をまあ今は保ちながらやってるっていう感じですか、はい。まあ、技術の出来不出来は僕はそこまで、まあ、言いますよもちろんそれなりに言ってると思うんですけど、まあ、それってでもなんか今すぐどうにかなる問題じゃないので、ここからまあ徐々に成果を上げていくことなので、そこっていうよりは想像力、想像するって技術ができなくてもできると思うんですよ。お客さんが家帰った時の生活を想像する、このデザインで果たして次美容室来るまでの心地いい時間を過ごせるのかどうかっていうことを考えるっていうのはできると思って、そこは結構厳しめに言ってるかもしれないですね。なんかちょっとずれてた時とか質問形式でこれなんでこうしたの、あなるほどと考えがあったら、あなるほどね、そしたら そのデザインがどういう影響を今後出していくのかっていうことを想像することが、まあ、すごい大事かなと思ってるんで、結構サロンワーク後の反省会とかは割とそこメインに話すようにしてますね。やっぱ考える力をつけてもらえたら一番いいかなって思いながら、まあ、試行錯誤で協力してます。元々のそのルーツというか、まあ、自分が何に影響を受けてきたかというと、黒人の方たちの文化にすごい刺激もらってて、ジャズから始まり50年代のニューオリンズジャズみたいなところから、まあ、ヒップホップぐらいまでのなんかその流れというかすごい好きで、こう子供の時からあのヒップホップみたいな文化はかなり好きで、まあ、周りも好きだったんで周りの影響もあって、スヌープドッグとか、まあ、ドクタードレとか、うん、ああいうなんていうんですか、 G ファンクみたいな、いわゆるとそういうところとかすごい影響を受けてて、まあ、結構ヒップホップのゴリゴリの攻撃的なものもあれば、割と落ち着きのあるなんかシックな世界観みたいな部分もなんかちょっと幅があるんですけど、どっちかっていうとそのまあいわゆるジャズヒップホップみたいなところの影響すごい受けてるか、めっちゃ好きで、そういう反骨心みたいなところから生まれたヒップホッ
ープと、なんかそのジャズが合わさってるのがなんかすごい好きだったんですよ。でなんか自分が美容師になった時にそういう品のあるものと、なんかその自己主張したいその前のめりな気持ちみたいなとこと落ち着きのバランスがすごい取れてるものが結構好きだなって、やっぱ改めてその、まあ、ジャズヒップホップもそうだと思うんですけど、なんかそういうふうに思って、じゃあそういう自分の好きなバランスをどうやって自分の表現に落としていくのかっていうことを考えた結果、まあ、今の感じになったって感じなんですけど、そういう古着とかなんかああいうヴィンテージみたいなところをなんかこうシックな表現できたらいいかなと思ってて、まあ、一応シャビーシックみたいな感じで言ってはいるんですけど、全然今の方がやっぱ楽しいですよね。それは全然楽しいし、なんかすごい正直辛かったんですよ。それを別に否定したいわけじゃないんですけど、僕は辛くなっちゃったんですよ。すごい消費されて気持ちが、その辺ちょっと僕が強くなりきれなくてすごい疲弊した時期があったんですけど、それに比べて今は楽しんでるっていう実感もあるし、なんかそれに伴ってやっぱりお客さんの満足度も上がってるっていう手応えがすごく今はあって、そういうタイプだったんだと思うんですよ。なんか何がいい悪いっていうよりは僕は多分そういうタイプでっていうだけだったと思うんですけど、まあ、今の方が自分には合ってるかなって思います。やっぱり売り上げ上がった時ですかね、一番変わったなっていうとこは、お金ってないと大変じゃないですか、やっぱ当たり前だと思うんですけど、お金欲しいんですよみんな。で僕もやっぱり欲しい、まあ今ももらえるならもらえますけど欲しいんですよ。でアシスタントの頃、まあ、皆さん多分そうだったと思うんですけど、欲しかったじゃないですか、苦しいから。でそれが叶ったというか、まあ、ある程度自分のやりたい欲しいものとかやりしたい生活ができるようになったぐらいの時、お金について考えることがすごいあって、なんだろうなこれみたいな。例えばバックルーム入ると、あの売上の順位表が貼り出されてるんですね。自分が何番なのかって見る機会ってあるじゃないですか。順位を貼り出されてるのを見た時に、なんだろうなこれって思って、その数字で確かに見たら上とか下とかってなるけど、今月は誰々よりは下で誰々よりは上ですみたいなことを言われてるわけですよ。あれはなんかちょっと違和感が、まあ、そういう世の中なんですけど、そういう世の中なんですけど、なんかやらされてる感というか、そのランキングを勝ち上がって、じゃあ1番になって、でどうすんだろうなみたいな、その後はみたいな。でそっから結構、じゃあ何が大事なんだっていう疑問を持つようになって、このランキングじゃない、今まで追ってたこの数字が僕にとってそんなに重要じゃないんだっていう、デビューして2年ぐらい経ったぐらいからなんかちょっと疑問を持ち始めたって感じです。なんかそういうことを考えながら、まあ、ちょっとずつ変わっていったって感じだと思うんですけど、まあ、きっかけはなんかその数字に疲弊し始めたっていう感じです。ちょっと力んじゃってるんですけど、今は一個のこう最近の気づきの一つなんですけど、あ、なんか01ってないんだって、無から何かを生み出すってできないんだなって思うんですよ。ある程度こう外側の情報とか刺激があって、そこから多少なり影響を受けないと何も作れないじゃないですか。まあ僕はそう思うんですけど、美容師のなんか技術とかもこういうヘアキャンプさんとかでみんなが発信して、でみんながそこから刺激を受けて取り入れて良くなっていくから進化するのであって、なんかその刺激の試合に参加するぞっていう意気込みですね。心地よさをデザインで提供できる美容師になっていきたいなと思ってて、なんか僕たちってあのなんか髪をデザインしてるじゃないですか。それを用いてなんか来てもらってるお客様の日常をデザインしてるっていう感覚が僕あるんですよ。長さが変われば朝のルーティンが変わったりとか、乾かす時間が変わったりとかするじゃないですか。でそうすると生活が変化するじゃないですか。時間が増えたりとか、まあ、もしくは減ったりとかしてくるじゃないですか。その中で自分の時間が持てて、より便利にかついいデザインになったってなったら、そんな心地いいことないかなと思って。でいいデザインになると人って人にやっぱ会いたくなるじゃないですか。
美容室ですごい、あ、なんかこれめっちゃ似合ってるなって思ったお客さんって、なんか予定がなかったりするとその後、誰かに会いたいみたいなことって多分聞いたことある方いっぱいいると思うんですけど、あれがやっぱ全てだなと思ってて、コミュニケーションを生んでるっていう感覚があるんですよ。やっぱ自分のデザインがきっかけでなんか人との交流が生まれたりとか、なんか気分よく人と会えたりとかするって、なんかこんなに素晴らしいことはないかなって思ってるので、なんかそういうコミュニケーションを埋めるデザイナーでいたいなっていう感じですかね。